全日本ボクシングファン待望の世界フライ級選手権試合に出場すべく5月1日チャンピオンダドマリノはハワイから一ノ瀬マネージャー、トレーナー、スタンレー伊藤を伴って羽田空港に到着。出迎えの挑戦者白井義雄と固い握手を交わしました。1勝1敗の対戦成績を持つ両選手、果たして3度目の決戦タイトルマッチの結果はいかに。胸を躍らせてその日を待つボクシングファンの群れは銀座街頭をうずめて、自動車行進する両選手を歓声鳴らしを持って迎え、サインを求める人々は両選手の自動車を取り囲みました。到着早々のチャンピオンマリノはスパーリングパートナーロイ・シダと共に後楽園でトレーニングを開始しました。一方白井も王子健闘クラブで試練トレーナー指導のもとにこれまた猛練習を開始。白井ならでは見られない見事な足さばきと、そしてパートナー相手の素晴らしい左右ストレートの威力は試合当日の健闘を思わせました。かくて5月19日待ちに待った試合当日は訪れました。後楽園球場特設リングは準備万端なり、ファンは続々とリングの周囲スタンドを埋め、その数実に3万5000、日本ボクシング史上もちろん最初の大観衆であります。万代の観光に迎えられて、まず挑戦者白井義雄が白地に S の頭文字を表したローブを着て入場。続いてチャンピオンダドマリノが白地に紫と赤のローブも着装とリングに上がりました。チャンピオンダドマリノは112パウンドでフライ級の制限いっぱいのウエイトであります。一方挑戦者白井は111パウンドで絶好のコンディション。高松宮両殿下と三笠宮殿下もご来場。レフェリー林邦治、ジャッジ伊藤勇、高田光一。グローブは指定の6オンスであります。右側の女性がマリノ夫人。セコンドに付き添われて両選手、林レフェリーから試合開始前の注意を受けています。かくして午後8時17分、電光三段たるリング上に試合開始のゴングが鳴り渡りました。両選手まず左へと回りながらガードを固め、緊張、チャンスをうかがっています。マリノ、まず接近してレフトフックを打てば、白井巧みにブロックしました。慣れた両者、依然としてチャンスをうかがっています。白井、飛び込んで左を打ちましたがミス。相手の強打を警戒してすぐクリンチワークに逃れています。両選手の試合運びはなかなか慎重であります。第1ラウンドほぼ互角であります。両選手やや硬くなりすぎて活発なパンチの応酬は見られません。第2、第3行ラウンドに入りまして、マリノが白井の顔面を狙って左ジャブを放てば、白井は左ストレートでこれに応戦しています。白井はマリノのパンチに対してよくブロックしてクリンチワークに防ぎ、互いにダブルパンチで再三頭を打ち合いました。
第4ラウンドに入りました。左ジャブでまず構成、前の右フックで応酬、ついで前の木を見て左から右とワンツーブローで左の顔から腹を狙えば、左またワンツーストレートで前の顔を攻めて接近戦。相変わらずクリンチが多く、組み合ったまま打ち合っております。この時林レフェリー両選手の間に割って入りました。次第はマリノの出花を左右を放って盛んに打ちますが、マリノクリンチに下げております。両者相分かれてチャンスを狙って向かい合っております。次第飛び込んで左を打ちましたがミス、クリンチになりました。今度はマリノ、木を見て次第をロープに追い込みましたが、次第回り込んで体勢一転、依然としてクリンチが続いています。この回も両者互角でやります。5回目、次第はマリノの出花をステップバックして逃れ、逆にワンツーを入れました。両者にらみ合ってチャンスを伺っています。左ジャブを見せました。ついでマリノ左フックで来るのを外して、左は左右のショートフックで応酬しています。第5ラウンドを終わって、これより第6回目、左が攻勢に出ました。左の左ストレート、うまくマリノの顎を捉えました。ついでマリノの前進をかわしまして、右のフックを打ちましたがミス。両者クリンチでやります。ついでマリノショートレンジで連打いたしますが、次第も応酬して近距離で両者打ち合っておりますが、この辺り相変わらずクリンチが多く、思い切った攻撃は見られません。しかしようやく積極的に攻めようとする気配は見られてまいりました。ゲームは第1ラウンド、マリノこの回ちょっと攻勢に出てきました。ジャブ左フックで左を攻め立てます。しかし左はクリンチで逃れ、離れてチャンスを伺っております。両者依然として互角の体勢でやります。全く優劣はありません。第8ラウンドの開始でやります。両者まずジャブの応酬で火蓋を切りました。マリノ飛び込んで左右を振れば、次第クリンチでこれを防いでいます。今度は次第が左ジャブから右フックで構成。この辺りから次第は軽快なフットワークでマリノを追い始めました。次第は攻勢でやります。マリノウィーリングで飛び込まんとするところ、次第巧みに捉えて左右フックでその顎をヒット。一方マリノも次第を打たんとしましたが、次第のフットワークは誠に見事で全然打たせません。これをきっかけに次第は加減好調にマリノを打ち始めました。左右を振って盛んにマリノの顎をヒット。マリノ敗退となりまして、ロープ際に圧迫されました。この次第の活躍に満場は沸いております。依然として次第構成であります。マリノクリンチにこれを防いでいます。マリノロープ際に詰まりました。
在ウィービングしながらずっと前野を追っております。しかしながら前野も反撃、がぜん熱戦となりました。かくして第8ラウンド第9ラウンドも次第優勢のうちに終わり、いよいよ第10ラウンド後半戦、わずかにポイントをリードした次第颯爽と躍り出ました。両者並み合っております。マリノまず攻勢に出て次第をロープに追い込みましたが、次第は軽々と逃げております。を打って出ました。ついで右のストレートを打ち、なかなかの構成でやります。マリのジャブについで右のフックを入れ、次第がカジノムとミリア、がぜん構成に出ております。ジャブで次第を攻め立て、なかなか優勢でやります。しかし次第は冷静に戦い、マリのが前進する花を次第フックにする右ストレートをヒットしております。しかしこの回10回はややマリの優勢であります。次第は体力をセーブするためかクリンチに逃れてあまり打っておりません。しかし11回を迎えるあたりから次第は攻勢に出てマリの圧倒し始めました。じりじりと前のを追っております。ロープに追い詰め、左右を前座の顎に打ち込み、的確なパンチを送れば前のを抑えながらも左右のアッパーで応酬しましたが、次第は猛然と攻勢に出ております。前のを追いに追ってロープに詰めては左フック、右のショートストレートを連打、前の反対となりまして次第は全く優勢であります。皇帝であり、満場はゴーゴーとして左への声援で渦巻っています。マリノまた必死の反撃を行っておりますが及ばず、次第の若さがマリノの猛攻を圧したという感じであります。かくして13ラウンドもようやく終わらんとして、次第の派遣への希望はようやく濃くなってまいりました。ラウンド余すところあと1回でやります。マリの体勢を挽回戦として猛然左ジャブを打って出れば、次第逆にこれをロープに追い詰めクリンチとなりました。マリのも必死のタイトル防衛戦であります。今度はショートレンジでボディの打ち合いとなりました。このラウンド前半はマリの優勢でやりましたが、後半次第は攻勢に転じ、左フック、右ストレートを連打して前半の劣勢を挽回しました。
体のスタミナもあとワンラウンドを残してこの分なら大丈夫でやりましょう。ラストラウンド両者中央でグローブを交わしました。次第マインドのデカナを左右のショートフックで打ちまくり、まずマインドの構成を送り、ついでスインチでマインドの構成を逃れました。マインドまた最後のスタミナを狂って反撃、次第もこれに応じて両者ショートレンジの打ち合いからさらにスインチに打つランとしておりますが、両手についに最終のゴングが鳴りました。選手互いに肩を叩き合って健闘を祝しております。次第のチーフテフォンド知念は早くも勝利を予感して戦い終わった次第を軽々と抱き上げて事故のコーナーに運んでおります。早くも喜びの色を表しております。果たして世界フライ級選手権をかけた熱闘15回戦の判定はいずれに選手権者マリノか、あるいは挑戦者次第か。ついに判定は金賞の差を持って次第に下りました。ついに次第は我が国ボクシング界30年の夢であった世界選手権を日本人の手にをここに実現したのであります。になるから次第、パッパラなるから次第、次第は喜びのあまりむせび泣いております。三拍手もまた喜びを顔いっぱいに表しておりますが、その目にはやはり涙が光っています。深くして3万5000の観衆を熱狂の渦に巻き込んだフライ級世界選手権試合は次第吉尾の勝利に終わり、挑戦者次第は輝ける世界フライ級の王座に日本人として初めて君臨することになったのであります。